1人会社で稼いだお金の使い道について2人なら何をするか教えてください。26歳男独立2期目です。1期目あらり2000万円2期目あらり1億になる見込みです。予想以上にうまくいったため使途、使い道に悩んでいます。コンサルゲームはアフィリエイター探検を間違わせることをやっていて投資がなくコアあらりがモットーです。このスタンカスは変わらず今後も稼ぎ続けるのですが1人で出する予定がありません。法人税ドカンと払うのもいいのですが、その前に選択肢模索中です。人を雇ってください。人を雇う場合だと、まあ、その分が、経費として落ちるっていうのもあるんですけど、あと、広告宣伝費っていうのも経費で落ちるんですけど、その会社のブランドとして生きるので、例えばじゃあ、会社名で CM 落ちましたってなると、全部経費で落ちるんですけど、ただその会社名っていうのが、なんか安心のブランドだよねってことになって、その商品を買ってくれるみたいになるので、なので、長期的にビジネスをやる上であれば、あらりをなんとか、その税金払わないで使いたいっていうのであれば、ブランド投資とかに使った方がいいんじゃないかなと思いますけど。はい。なので、お二人に質問ですって書いてもらったんですけど、大悟さんがいない間に答えちゃったんで、次行きます。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。